今回のワールドカップで特にこう日本代表の活躍に対して触れて感じたこととか、次のワールドカップに向けてこう日本代表をどのように応援していきたいかとか、ちょっとそういう少し未来を見たお話も少しできたらなと思うんですけれども、向こうへ応援に行った方々なんかと話、あるいは取材に行った方々と話して、なんかこう日本代表にも歌が欲しいっていうようなことをこう、他の国がね、こうやっぱりこうみんなこうチームの応援ソングを歌って盛り上がってる時、なんかこっちも声を出して対抗したいっていうような声を、スタジアム側、そうですね、そういう声を聞きましたけど、なんか磯江さん、なんかそういう感覚って持たれたりはありませんでしたか？僕は野球はそればっかりですよね。みんな応援歌がどーっと重なって、応援の歌も作ったことあったりするんですけど、それ、そうね、それより自分がそっちの仕事に近いせいで、それよりもっとなんかあるんじゃないかなっていうのは、なんでしょうかね、歌はいいですよ、確かにね、だからいいのができればいいんですけど、先生方にお願いしちゃうとやっぱり良くないって言えないですから、結構慎重になった方がわかります。いいような気はします。お客さんの中で自然発生的に出てくるの、それができればね、本当は一番いいんですけどね。オリジナルを作るとね、覚えてもらうのにすごく手続きがいるし、ね、だから前にカントリーロードの替え歌は、あれはよその曲ですけど、選手たちを励ますのにとても良かったような気がするんで、そんなんでも本当はいいのかなっていう、結果良ければ、そうですね、全て良しですね。みんな耳に入ってる、はい、なんか誰に教わんなくても なんかこう口ずさめるような、ね、歌詞なくて、んーでもなんね、なんか、はい、おーでもなんでもいいので ね、 そうですね、おーっていうのもありますもんね。そこはだから自分はそこはあんまりそれさあればみたいに思わないんですけど、なんかもっとこう普段の試合に親しみたいなっていうのは個人的には思えるようになりましたね。ですから日本の何リーグでしたっけ、その、まあ、今のリーグワン、このそう、はい、それにすごい選手が、はい、そうですね、この決勝の本当に国際大会の有名選手が、いや本当ですよ、十何人いらっしゃる。で日本の選手はもちろん出てるわけです。はい、これを見ないとやっぱもったいないな。そうですね、少し前は考えられなかったです。考えられないでしょうね。ワールドカップの決勝に出た2チームの中から13人が来るんですけども、それこそワールドカップの決勝に出てるってことはもう世界の超一流プレー、でそれが日本のリーグワンのチームにそれぞれ所属して、そこでまた決勝以来の対決をしたりするわけですからね。なんだ、今度は南アフリカ、優勝した南アフリカの選手がライバル同士として対決したりとか、それも見れるっていうのはすごく良い。一番分かりやすいのはあれですよ、ね、決勝を戦った両スクラムハーフが、今回は横浜 で、ね、デクラークと、はい、デクラークアロンチームスが、これはチームの事情とか、日本でもね、いろんな選手もいますけれども、やっぱり2人に9番同士で出てほしいですよね、ファンとしては。もうそれはもっとなんか煽っていいですよね。そうですよね、これは日本、これだって日本まで見に行きたいっていう外国にいるファンだっていると思いますもんね。そうでしょうね、はい、あとは何だろうな、テレビ見てるとスローモーションをたくさん見られるんで、それのおかげでなんか凄みが伝わるってこともよくあるんですね。ですからラグビーって試合の会場に行くとブラックボックスじゃねえかっていう時が、はい、何やってるか見えないで格闘技でいうと関節技決めてるみたいな、密集の中そうです。であれ分かってる人にはいいんですけど、ああいうあたりはなんかそうですね、うまいことできないかなっていうのは、入場料払って交通費かけて現場に行っている人が一番情報難民になっているっていうのが、こういうテレビ見てるわけにもいかないですね。だから大画面を上手に使うっていうのはできればやってほしいな。そうですね、リプレイのところを、コンサートでも歌ってる人はこんな小さくなってても大きい
顔がねこうはっきり見えるから、あれはライブ会場の一つのもう武器になっているので、うん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 、他のスポーツ以上にラグビーは分かんないことが、うん、あとカバーしてる人たちの動きとかも本当はなんか楽しみたいですね、うんうん、あのちょっと教えてもらわないと分からないところが、ね、多々あるので、あの言葉の細かいルールとかを覚えるのはやめようと思ったのは、ありがたいことにその都度あのノックオンがあったとかそういうのはあのテレビの画面にちょっと出てくれるんですよね、うん、でラインアウトですとか、うん、それは助かってるんで、そのちょうど偉い人が試合見てる時に横であのまた別の偉い人が解説するじゃないですか、うん、あの役をテレビはしてくれてるんで、うん、それはあのスマホなんかでもいいんで、うん、イヤホン入れてラグビー見たりしたらいいかなっていうのは、うん、でもあのリーグワンね、各チームがそういう施策はしてます、うん、そうですか、スタジアムに来た人たち専用のだからラジオ番組を作ったりとか、 それはなんかとても大事な気がしますね、うん、ブレイブルーパスもねやってますよね、去年からそうか、あ1シーズン前やってます、そうか、その前から昨シーズンってことできてなかった、そうかそうか、うん、リーグワンの1年目の時、はい、すっごく大事だと思っちゃった方がいいかもしれないですね、うん、もうあの当然ね、こう提供するものだっていうことで、はい、そうですね、うん、やっぱりね、テレビよりも生に来てもらいたいわけですから、いやそうです、ね、生に来て、見に来てくれた方にはこういう情報をっていうのをね、はい、こうぜひラグビーそこで競争してくれればね、はい、うん、あの会場のどこの位置も面白いなと思ったんですね、うんうん、遠ければ遠いなり、うん、角度もどういう角度も特等席ってあるんでしょうけど、なんかラフィーに関してはどこに行っても同じ、うん、面白いな、お客さんがどういうところで見たいかっていうので変わって違います、そうです、うん、だからそれはなんかもっとみんな行けるといいですね、うん、そうですね、あとね、このどんなスポーツもそうなんですけど、ボールを使ったり道具を使うスポーツって、うん、道具が家にあるってすごく大事で、あ、はい、このボールが家にあってその辺に転がっててこう持っててテレビみたいな全然違って見えるんですよね、ですから、はい、さっき言ったスローモーションなんかでこれを挟んでぶつかり合ったりするときに歪んでんですよこれどう考えても、うん、へこますことなんかできない、これでへこますことはなかなかできないのが、ね、あの野球でもね、うでこうあのバットに当たった時に公式球がああなるっていうのをスローで見ると、公式球を持ってデッドボールを味わってよりその痛さが分かれて、そうですね、こんなカチカチなのかって、これ150キロで投げてて当たりどころが良かったですねとか解説されてますけどああいうのもなんかボディのこう痛さみたいなものを知っててみるとより面白くなるかなっていうのは思ってるんで、これからもちょっとそういうつもりでこの硬さをレモンさんを押したら少しは、いやいや、なんないです、やっぱこの全力で走った同士がぶつかるからこそ人がこうしてもそんなにならないです、相当硬いですよね、これ顔で受けるっていうのも練習するだけで嫌ですねやっぱりその小野さんたちがこう東芝でトップリーグ時代、はい、その当時親に見せられない練習っていう言葉があったんですけど、やっぱりこういう練習をしてどういう試合になっているかっていうのをこう僕はやっぱりこう取材する側で見ていると、はい、なんかこうストーリーがこう説得力を持ってこう見えてくるので、まあ、あの日本代表も当然細かい戦術のこととか見せられない部分があるのはあると思うんですけど、なんかこう そんなに細かい戦術じゃないところとか、はい、そういうフィジカルなところとか、あの、まあ、もっと見せることによってこう、まあ、メディアももちろんでした、とファンの一般公開の日もありますし、やっぱりそういうところでこの人たちこんなすごいことやって勝とうとしてるんだっていうことで、なんかよりこう応援したいとか、うん、あるいは彼らが勝つつもりだっていうことをこうなんか分かりました、じゃあ信じましょうっていうようなね、なんかそういう感じになっていくなってのは思うので、公開練習とかっていうのを少しずつ客入れしてちゃんと入場料を取ってやったら
いいですね。その本当ですね。最初のうちは なかなかこう根付かないかもしれませんけど、やってるとあこの辺見てきたけど面白かったよとか、うんうん、選手も人が見てるっていうのはやっぱりまた違う栄養が全然違いますね。ありますよね。こんな辛い目にあってんの誰も見てないのと、まあ、これを見てんだよなと思うのとでその精神の持ち方がまた変わると思うので、はいはい、それはぜひやってほしいですね、うん、あのリーグワンチャンピオン、まあ、あの今年は、クボタスピア船橋スピアーズが勝ちましたけど、あの埼玉パラソニックワイルドナイツは今熊谷ラグビー場 の公園にグラウンドがあるので、はい、一般の人がもう横犬の散歩で歩くんですね。ですやっぱりそのいろんな人がこう見てるので、やっぱり練習でちょっとうまくいかないことだとか何かあっても選手がふてくされた態度を取らなくなりましたって言ってました。そういう効果もあるんです。人の目って重要ですよね。はい、それは本当にラグビーって途中でもうダメかもって思うようなことが何度もあるような、うん、ゲームだと思うんですけど、うん、そこでダメだって思わない力だけでも発揮する方法はいろいろだと思うんで、うん、人の目はすごく大きい、大きいですね、ですね。やっぱり応援してもらってるから弱いとか見せられない。そうですよね。かっこ悪いぞっていうね。うん、あそれはなんか自分も行こう。ぜひ熱い姿勢を。そうですね。うん、だからもうリーグワンのチームも。なかなかねこう会社の敷地内だったりして難しい部分もあったりしますけど、でもまあなるべくねそうやってこう練習を公開する機会とかね作って、ましてやこのねワールドカップ決勝戦ったような選手も来るいるっていうだけでまずは嬉しいですよね。そうですよね。だからちょうどあの15年のワールドカップの後こうそれこそ五郎丸さんが活躍をして、もうそれまでほとんどファンも100人来るか来ないかだったような練習試合だったり、はい、あのチームの練習公開の中にもものすごいこう人数が、1000人単位で集まったりっていうことだったって、ね、それは大事ですね、うん、感じることですね。やっぱり覚えることじゃなくて、うん、感じるってことが大事だと思うんですね。本当にルールとかねいい加減ですよ。何にも知らないで、でも伊藤さんその感じる方にシフトしたんですよ。もう感じ、それから楽しくなったんですよね。やっぱりあのあれはこうでこうで、あの選手はどうのこうで、細かいこと言われてもあーって言ってる、うんうん、流せるようになったんで、うん、そしたら俺も楽しいもんって言えるんで、うん、別に前聞いて覚えなかったことをもう一回聞いたっていいわけですよね。それは、はい、逆にねその毎回あの同じことに同じように新しく感動すればね、それもいいことですし、まあ、前回の19年の後はやっぱこう日本代表の盛り上がりっていうのがあったの、はい、これも本当に素晴らしかったんですけど、まあ、今回前回以上にこうチャンピオンチーム決勝を戦ったチームの選手がたくさんリーグワンに来るということで、あのもう一つ前以上に違う部分の楽しみ方もね、うんはい、きっとあると思いますし、そういう優勝候補に見えますもんね。本当ですよね。本当に、この選手が出るっていう、うん、この選手にこう日本の選手はどう立ち向かっていくかとか、うん、そうそう、あいつだあいつだっていうだけで楽しいんですよね。そうですよね、うん、15年のあのワールドカップの後の、当時トップリーグ小野さんプレーしてて、はい、やっぱり注目度の上がった音とかね、お客さんの、そうですね、とかお客さん入ってくれて、うん、まあでもちょっとスタジアムチケットは完売してるけど、お客さんがいなかったりとか、そういうのもあるのね、はい、まあ、運営の側も今回ねこうリーグワンになって各チームがやってるってことで、そういうところもどんどん、うん、まあ、求められてくるのでね、こうそれこそ糸井さんみたいなところの意見とかそういうところをこうどんどん聞いて、あのじゃあこういうことできるかもしれないなってこと、いろんなチャレンジする余地あると思うんでね、各チームの皆さんに本当頑張ってほしいなってね、はい、あのそろそろちょっと、このねこの楽しいトークも、お開きとさせていただこうかと思うんですけど、ちょっと、最後にこう、糸井さんからこう、はい、大野さんに、これから日本ラグビーこうしていただければっていう言葉をいただければ。いや、あの試合の数が少ないあの競技なんで、はい、その試合の数の少なさをどういうふうにお客さんと親しみをこう続けていくかっていうのは、あの簡単なことじゃないと思うんですけど、オンさんみたいな方がその実際ある試合と選手たち、それから観客、協会みたいなものをこう
よく混ぜる役をしてくださってるのを見てるんで、ものすごく大事なことをおやりになっていると思うので、ぜひ頑張っていただきたいなと思いますね。そうですね。やっぱりそのやっぱ試合に出てる選手だけじゃなくて、はい、試合に出てない選手の頑張りであったり、そうそうそう、あとラグビーの楽しみ方、ラグビー、この今回のワールドカップを経て、あ、じゃあリーグワン行ってみようと思った方が、はい、来て最初からも楽しめるようなそんな雰囲気を作って、行くべきだなという、あの今今日お話しいただいて感じましたみたいな。ありがとう、はい、なんかあれですよね、こうスタジアムでこう試合始まる前の時間をこう楽しめるような、はい、それもありますね、そういうところにこう大野さんだったり大畑さんだったりね、そういうワールドカップに選手で活躍して今はあの違う立場になっている方とかいっぱい出ていただいて、そうやってね、こうラグビーファンはやっぱり自分の応援するチームの戦う相手にも結構日本代表で頑張ってて応援してた人がいるんで、そういうところはこう両方のファンが楽しめるものっていうのをね、ぜひやってくれると、いやもうどこのファンとかじゃなくて、ラグビーのファンなんですよね、もうみんな。ラグビーが一番そういう傾向がありますね。あると思います、本当に。自分もよく現役の時いろいろサイン書かせてもらったんですけど、はい、あの東芝ブレイブルーパスのジャージだけじゃなくて、パナソニックのジャージも、ボタスピアのジャージも、きっとそうでしょうね、書かせていただいたことがある。神戸製鋼のジャージに大野で書いていいんですかって感じですね。他にそんなスポーツなかなかないんじゃないですか。あまりないんじゃないかなと思いますね。虎のユニフォームにジャイアンツの選手の絶対ないでしょうね。大野さんね、あの今回のワールドカップ応援に行ったら他の国の人があの日本と相手の両方のジャージ家族で着てたっていうお話ですね。おそらく家族なんですけども、日本代表のジャージとアルゼンチン代表のジャージ、それぞれで家族で違うジャージを着て応援に来てる人たちがいたりとか。それはいいことですね。うん、いいことですね。だってね、やっぱりこう両方応援したくなっちゃいますもんね、見てるとね。だからその感覚を味わえたっていうのは、まあ、19年のワールドカップ日本で見れた効果でもあると思います。そうですね。でも今回のフランスでのワールドカップはやっぱり前から見てらっしゃる方がすごい大会だったってつくづくおっしゃってるのが聞こえてくるんですけど、やっぱりそうですか。もう単純にそのワールドカップの期間を通しての入場者数は過去最高です。あ、やっぱそういうもんですか。2019年がそれまで過去最高だったんですけど、予選プール終わった時点でそこをもう超えてたんです。スタジアムがやっぱり全部大きかったですね、今回フランス大会は。まあ、日本の時もその釜石だったりはあのそんな1万人台のところ何か所かありましたけど、今回トゥールーズの3万ぐらいが一番そうですね、3万で一番小さい、すごいですね。でそこにもあの過去のワールドカップ07年以前はそんなに満員じゃない試合もあったんですけど、15年のイングランド大会以降はもうほぼどの試合も満員に近い状態っていうような状態になってますので、試合の内容も多分進化してるんです。それもすごかったと思いますね。こんなに守備が恐ろしいものだって今回は初めて知りました。守備って恐ろしいっていうか、そうですね。さっき の、ね、そのキックのお話にしてもね、こう蹴って相手に持たせてこうディフェンスで追い詰めていくっていうのがね、すごいですよね、やってることが。で優勝した南アフリカというのはそれですね、最も自信を持っているチームですからね。メンバー交代のね、あのやり方にしてもです、ね、なんかどこまでこう考えて試合をやってるのかっていう、いろんな楽しみがこう、多分それってあのラグビーを長く見てる人も新しく見始めた人も、それぞれのところでこうここどうなってんだろうってワクワクしてくるものがあると思うんですけど、今回は特にそれが多かったんじゃないかなと思います。はい、であのデクラーク選手みたいなこう非常に分かりやすい活躍してくれる人もね、本当に試合が終わるところの大活躍とか素晴らしかったですよね。あの本当にあの、そろそろといったところからまたこうやってあの本当に、楽しい時間を過ご、はい、させていただきましたけれども、ね、またぜひこういうラグビー盛り上げていけるような機会がね、ありましたらまたぜひあの、ね、伊藤さんとも大野さんともご一緒できればと思います。はい、本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。